指揮所の原木だ。連絡遅えじゃねえかよ、警部を。留守電聞いてくれた？あんた、録音とか苦手だろ。なんで？別人みたいにバカ丁寧な伝言だな。昔の癖だよ。まあいい。で、何の要件だ？ああ、今署内じゃねえからさ、ちょっと事件で気になることがあってな。もういいや。畑の件か。は？ちょっと待て。なんで知ってる？やはりそうか。知ってるも何もその件で動いていたところだ。おい、もっと詳しく話せ。てめえ何を探ってる？落ち着け。あんたが署長から受け取った被験者ファイルを俺も探っていた。こっちも別ルートで入手してな。それが何なんだ？その中に畑の名前があった。あんたに関する事件の詳細も書かれている。だがそっちには、俺の受け取ったファイルにはねえ。やはりな。所長の周辺を探っていたら出てきた。畑のファイルだけ抜かれていた。焼却炉に捨ててあったぜ。あの所長が？あんた今どこだ？サブリだ。サブリってサブリエレクトロニクスの中か？ああ、現在絶賛潜入中って段階だ。無茶だ。死ぬ気か？まあ死に急ぐタイプには間違いねえ。一応言っとくよ、無茶するな。ああ、分かった。それとだ、あの所長はクセ者だ。接触する機会には気をつけろ。抑止ってことか？その可能性も込みでだ。出た、抑止。うるせえクソ野郎が。ああ、まさかてめえ畑か。罪から目を背けた結果がこれか。抑止になって全てを白紙にするってか。まあかえって好都合だ。運命ってのはなかなか気が利いてるぜ。まさか復讐のチャンスが巡ってくるとは。でも相手は抑止だ。これはやばい、逃げろ。青山さん。所長さんか。よかった、ご無事で。あんたなんでここにいる？逃げてきました。大変なことに。どういうことだ？何があった？指揮所が全滅です。全員絶命しました。なんだと？まさか桃山さん。桃山さんはどうした？桃山さんは無事なのか？桃山さん！